配達車の声が燃えています。あれはクロケットのキャビンと呼ばれていた小屋だな。ご飯作ってるよ。ご飯、もともとあの部屋はテレビ配達の声優で電子ともあった。レイリークロケットの配達車と呼ばれています。彼らのような部族は一箇所に長くとどまっていることは滅多にありません。取引が少なくなったり、動物があまり来なくなると、すぐに別の場所に移動してしまうんです。彼らは私たちの船を何と呼んでいるんだったかな。煙突から煙を吹き上げるところから、火のカヌーと呼んでいます。指じゃない。ああ、ね、はいな。水面の様子から判断すると、どうやら水深が変化したようです。レッツは水深を計測せよ。今の声が一体どんな意味なのか不思議に思ったことです。今の声は水深を測るベースマンと呼ばれる声優が、しねまあポイズブしようだなまみしてということを私たちに知らせていただきます。モルデーはいいこれも乗ったのは見えてるから風が来てきます。下着は YouTube で3.1キロです。この船はもちろんかの有名な作家マーク・トレインから出てきます。マーク・トウェインという彼の天命には川の深さを測る言葉だったんですね。作家になる前、彼はこの私と同じ川を航行する船のパイロットだったんです。この中なんかで日本末で緊張してところで皆さん、私たち船乗りは、こいつじゃん。これ頼むわ。